始まりました。ノラプロの新年明けましておめでとうございますのコラボ雑談でございます。イエーイ、おめでとうございます。せっかくなんでね、自己紹介していきましょうよ。さあ今日はね、初めましての方もいらっしゃると思いますが、猫城さとみです。可愛い猫娘のララマフィン、タヌキじゃありません。みんな私の豚になりなさい。ブーヒあ、今無理言ってるありがとうございます。じゃあこんなノリでタルトさん次お願いします。やばい、ハードル高い。ノラプロモーション第3期ノラプロ初の主フライバー、得意技はメッセロです。タルトママと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。メッセロのね、ポストがすごい私大好きです、はい、簡単なやつしか私は作れません。30分以内のお金しか作らないので。次、フィネちゃんお願いします。ノラプロモーション第3期風の妖精シルフの生まれ変わりのシルフィネと申します。よかったらフィネとお茶会していきませんか。ドヤー、かわいい。私フィネちゃんのショート動画を見たことがあるんだけれども、間違えてミュートボタンを押しちゃいましたっていう、めちゃくちゃ可愛いよって思ってました。今日はそんなねフィネちゃんの可愛いところも紹介していけたらと思うので、よろしくお願いします。お待たせしました。はい、ノラちゃんお願いします。ノラプロ、ノラ声優が誇るシマリスのアイドル、うーたーのキリショー。びっくり発見なみんなありがとうからのリリスありがとう。イエーイ。というわけでですね、今日は個性豊かな4人で雑談をしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。というわけでお話をねしていこうと思うのですが、2024年です。2025年じゃないですよ、はい、このネタは私の新年初の本だったところから始まってるんですけど、私ずっとね今年2025年だと思ってたんで未来2024年ね始まっちゃいましたけど、どうですか、なんか新年明けて心を新たにとか、まだ冬だから寒いわとか。歌の一つ気づいたことがあるんですけれども、はいはい、いいですか。この4人に一つ共通点があるんです。カートの裾にフリルがついている。おー、素晴らしい。まだ可愛くない。私もちょっと見つけちゃった。私以外の3人みんな肩出してて可愛い。でも寒くない。春と背中に北海道貼ってるんで大丈夫です。なるほど、さすが主婦の知恵だということで、次はこんなのでいかがでしょうか。お互いの印象をちょっと聞きたいなって思います。今日ね初登場のお二人、タルトさんとフィーネちゃんはね第3期ということで、お互いにちょっとこうね3期のメンバーとして意識してたとか、同期って仲間でもありライバルでもあると思うんですけど、お互いの印象っていうのを先に聞いてみたくて、聞いてもいいですか。デビュー日が近かったっていうのもあって、カチーとかがシルエットが出るのが早かったりとかしたので、純粋にめっちゃ可愛いじゃん。何これ、リスナーさんたちと多分同じような心境でほぼほぼいったような気がします。ライバルで競って頑張っていくぞっていうよりは、私の同期こんな可愛い子なのマジで早く見たいんだけどっていう。短期みんな可愛い子がすごい多いし、イケメンも多いので目の保養になってます。フィネちゃんはタルトさんのことどう印象があります。シルエット公開から絶対可愛いよな、絶対これ右手にフライパン持ってるんだみたいなその後も X を拝見したらめちゃめちゃミスをされて毎回お腹出てますこれから先ね、いろいろとコラボでね関わってきたり、あとやっぱりねイリアムではね人個人戦かもしれないけれども、一緒にね、うん、イベント走ってるとか思うとちょっと頑張れたりねすると思うから、支え合ってください。ちょっといい風にまとめてみた、どうだったどうする、歌のちゃん私たちの印象もついでに聞いてみます。気になる聞いてもいいですか。忖度なしでいいですよまずさとみさんの印象からちょっとですね言いたかったんです。ぶったりなりなさいっていうあのセリフめちゃめちゃ本当に好きすぎてめちゃめちゃ聞いてますそっか、ぶたになりたかったんだねいいわよ、私のぶたになりなさいっていいね。
リリスちゃんの印象はですね、とてもあのキラキラしてて可愛くて憧れています。ありがとうございます。後輩から言われるってすごい幸せだね。タルトさんも先にリリスちゃんからライブ 2D のお知らせが X で上がった時に、すごいあのリスナー目線で引用リポストしまして、絶対可愛い予感しか本当に可愛い、やっぱり予感これ大丈夫、みんな出てきた瞬間にやられちゃわない？ビジュアル最高、声も最高、歌可愛い、何も強いっていう、そういう印象でずっと今でも生きるありがとうございます。引用覚えてます。あとみさんは歌になりたい？歌になる？最高猫さんの方が印象に強くて、事務所でこいつ最高猫だからってあの聞いてた印象があまりにも強くて、はい、あの注射針と献血の猫さんという風に聞いておりまして、そしたら新探知絵がシルエットで持ってらっしゃるじゃないですか。はい。そっか。おかしらさん、やっと本当の自分を出されたんだなと思って、あのニコニコ示しました。ありがとうございます。生温かい目で見守っていただきました。私からの印象軽く言うとね、タルトさんは飯テロっていうイメージがやっぱりね、美味しそうないつもお料理をね出していらっしゃるし、ありがとうございます。はい、ひねちゃんはいつもなんか飲酒をされてるイメージすごく飲酒をされてほろ酔いお姉さんなのかなってそのことはタノちゃんの方の印象も言っときます。タルトママはあの本当に、呼び捨てでいいのか？呼び捨てください。呼び捨てして、やだやだやだ。最初にシェフライバーっていう出た時から甘えたいと思っちゃって、甘やかしてほしいなっていう、なんか印象とはちょっと違うかもしれないけどそういう気持ちでタルトママのデビューを歌うのはずっとあの心待ちにしておりました。ありがとうございます。ひねちゃんはさっきね、タルトママが歌うの内部 2D に対して言ったような、え、絶対可愛いじゃん、えっていうのが、まあ、シルエットの時からの印象です。よかった、なんかこの人嫌いですみたいに言われなくて、猫城さん最高だし、豚ビナレって言うし次の話題に入っていきたいと思います。お二人あのデビュー日が近かったっていうことなんですけど、ミリアムにはトップバナーイベントっていう1回しかね出場できないイベントがあるんですけど、そのねトップバナーイベントについてリスナーの皆さんもねまだ記憶が新しいと思うので、こんなのあったなってちょっとニヤニヤしながら聞いてもらえるといいなって思います。聞いてたイベントとはちょっと違ったなと思うのがあって、カメラの時にもう地平道を吐くような重厚のようなイベントって聞いてまして、そんなイベントなのみたいな。でも実際やってみたらそんなことなくて、リスナーさんとこう楽しく1週間イベント走れてよかったなって思ってます。ちなみにどんなイベントやってたんですか？前儀人とかしたり、語尾編とかキャラ編とかセリフとかしたり、楽しくやってました。語尾編にゃんとかするの？にゃんとかしたり、ゴワスとか言ったり。いいねいいね。じゃあ地平道を吐くような感じじゃなくて楽しめたんだね。とっても楽しめました。じゃあタルトさんの方聞いてみようか。タルトさんの鍋はどんなんだったんですか？はい、私はクリスマス終わりから始まって、うんうん、ちょうど1月1日年明けて初日に終わるっていう、ここの結果が1年の運勢左右しそうで嫌だなってちょっと思ってたんですけど私ママライバーなので子供たちが冬休みで、そうだよね、まさまさをリアルの方がしていたんですけど、最後まで楽しくやれたっていうのが一番、うん、少しなんかずっとなんか笑い転げてるうちに食べて聞こえたさっていうような状態になったのですごい楽しく知れましたね。裏企画でプロフィールとかには載せてないんですけど、裏でこれがあったらこれやるねっていうのが足つぼジャンプが、足つぼジャンプ、あ、これをまさかの31日に一発、1月1日に一発っていう振りました。足の裏見ましたね。お疲れ様でした。今年1年健康になるように頑張ります。お母さんの健康がね、やっぱりね家庭のね笑顔を生みますからね。頑張ります、うん、楽しんでねできたということでよかったいいなって言った、いいなつまり歌のちゃんは地平道を吐いてたってことかな。いやもう地平道吐いてましたと思うご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、歌のリリース1位を取らせていただいたんですけれども、はい、見えるところ見えないところでもそれなりの努力がございましてもちろん楽しかったです。ただ本当に私はデビュー前の準備期間前、むしろイリアムのアカウントを作る
前からずっとバナイベ1位を言い続けていたので、絶対1位っていう自分の願望と、うん、誰から与えられたわけでもないプレッシャーと、うん、戦って血ヘドを吐きながら1位にさせていただいたのがあったので、楽しかっただけではなかった一生誇れるものかなと思ってたので、うん、頑張ったよ。泣いてる泣いてる。カカトさん、ここで甘えさせてあげて。おいで、ほら、涙が結果、おいで、ありがとう、ありがとう、ありがとう、ママ、ありがとう、よく頑張りました最後笑いがちょっとゲスになってきたんだけどじゃあ私はフィーネちゃんと一緒にこうギュってハグしてるします、ギュってしますね。じゃあしよう、豚になります、豚に。いいよフィーネ、私も豚になりなさい。祈りの二人が今回ね、あのバナイベントがね、近いお二人もね、これからさ頑張ろうとかね、お互いもね違う場所で戦ってるんだみたいな感じのことがあると思うので、うんうん、楽しんで、そしてお互いに刺激をね、刺激ワードを言ってしまいましたね、皆さん。分かったよ、じゃあ食べればいいんでしょ、食べれば。私は刺激という言葉を与えられたら食べるって配信では決めてるんです。刺激クス先輩、まあでもその通りです、刺激を与え合ってください、二人で。じゃあ私は刺激を食べます。えい、みんな、私の豚になりたいんだったらまず刺激クスを口の中に入れるところから。ちょっと先輩よ、なんでこんなことしてるんだろう今日私そろそろリスナーの皆さん、はい、出番です。みんなからの質問を伺いたいと思います。お願いいたします。あがりさわにないやつです心の声が聞こえた気がする。皆さんのネタとかありますか。芸人じゃないんですよ、何を言ってるんですか。はい、次。皆様は得意料理とかありますか。それはやっぱりね、カルトさんがすごく得意そうだから、うんね、どうですか。いつもの炊飯器とリアルタイムアタックすることしか考えてないんで、あんまり得意料理ってこともあれはないんですけど最近作ってこれはいけるぞって思ったのは、崩し豆腐の卵スープ。美味しい、ポストしてやったやつですよね。そうだった。お鍋にお水張ってもらって、中華だしもしくは白だし、どっちでもあのお好みで入れてもらって、あとはあの、はい、豆腐一丁丸々ボンって入れて、うん、お玉で崩してるんです。はい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 。卵を一個溶いてもらって、温まってきたなと思ったら、うん、ちょっと固まるの待ってから火をつける。これだけで5分でできる一品です。電子レンジは裏切られるけど火は裏切らないんですね今日一の新鮮ネタ頼みちゃったんです。今日私とママが電子レンジで温めを失敗してるのフィーネちゃんはなんか今コメントでね、もうなんか書いてあるけどおつまみ作るのが得意ですいいね、やっぱ酒飲み配信なんだね。違うね、ちゃっちゃっておつまみ作れるってちょっとやっぱりいいよね、できるって感じが。でも結構ちゃっちゃと作れない時もあってこの前あの疲れすぎて、生ゴミとか入れる三角コーナーあるじゃないですか、そこに間違えて卵割って落とすっていうリスナーの皆さん出ましたよ、ポンフィーネ。みんな一金のポンフィーネが今やりますよね、もちろんみんなやりますよね。私はやらないな、短冊コーナーに落としたことないかな悲しいな。そっか、じゃあみんなじゃあ料理が得意ということで、みんな得意でよかった、ね、私たち料理ができる女子たちということで、ね、覚えておいてください、料理女子覚えておいてくださいお願いしますお願いしますじゃあ次、なんてみんなに呼ばれてますかって、うたのちゃんみんなになんて呼ばれてるの。うたのはやっぱりあの下の名前が多いんですけれども、うん、結構たくさんあって、リリス、リリー、リー、リーちゃんとかもあるんですよ。リリスちゃん、リリちゃん、あとうたのっても呼ばれるし、うたさん、うーちゃん、あとはうたりりちゃんっていうのも呼ばれますね、うん、多分このぐらいだと思います。マルチパーフェクトアイドルとかは言われないの、略してマパーみたいな。ないですね。わかりました。失礼しました。最近
一つ下せない呼ばれ方というか流行りができてしまってるのが、タノが流行ってて、はい、来た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 、これが流行りすぎてて、これがあの私のことでもあり、こんにちはの挨拶でもあり、終わりの挨拶でもあり、しかもイエスノーのイエスという意味でもありみたいな、全部タノで答える人が一部いるんですよ。タノが何を意味してるのかに近頃のタノは悩まされております。マルチパーフェクトワードのタノってことですね。フィーネちゃんかな。フィーネはですね、シルフィーネとか呼ばれたり、シルフィーちゃんって呼ばれたり、シルちゃんって呼ばれたり、フィーネちゃんって呼ばれたり、でもあの一個許せない名前があって、あのポーフィーネっていうのは許してませんよ。ポーフィーネめっちゃ言われてるイメージがごめんあったけど。許せませんよ。やっぱりね、許せない呼び方ありますよね。すごい力がこもってる。すごく愛されてるのはわかるよね。あ、そうね、うん、そうなのかな。じゃあタルトさんはどうなんですか。私はやっぱ一番多いのはママンって呼ばれることが多分、ママンって呼ばれるね、ママンって呼ばれることが多いですね。であとは、まあ、タルトって呼ぶ人もいるし、ごくごく一部なんですけど、タルタルとかルト、あとタルママ、この辺はごく少数って感じですかね。私はあの全然ポンじゃないので、ポンって呼ばれることもないですし、電子レンジに裏切られても何も言われることはないので、ぜひママンって呼んでください。誰タルママって言って誰、漢字変化しないで。カタカナでお願いします。私はやっぱりね、一番多いのはサトミンですけど、たまにやっぱりサイコとかタヌキとか消せないワードで呼ばれますね。あれ、うん、あれポンポンサトミン、ポンとかも言われるし、ちょっと私サトミン以外は全部悪口なのかなって思うような私猫シロなのに、そこから取られたあだ名ってないですよ。すごいごく初期に猫シロンって誰かが書いたんですね。猫シロン、猫シロン、なんか強そうですね。それだけで定着もせず、だから猫シロの方から取られることがほとんどなくて、私はサトミの方から取っていただいて、サトミンが一番多いですけど、その時やっぱポンサトとか、うんうん、サイコ猫とかシゲキックス先輩とか行った時、そこにいるちょっとマルチパーフェクトアイドルだと思うんですけどね。え、どこ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 、やっぱ一番ね、下せないのはタヌキって言われることですかね。タヌキじゃありませんから。あ、でもウータノはリスちゃんがありましたね。まあリスちゃんは可愛いんで。あのね、ウタノちゃん、そこね、間違っちゃダメなのは、ウタノちゃんはリスじゃん。私ね、猫だから。ナイスパ、ありがとう。あ、スーパー、ナイスパ、ありがとうございます。ナイスパ、一回なかった。ただちょっとマルチバラドル、あの後で裏の、この800円については後で裏の。はい、ということで次、はい、よろしくお願いします。はい、ありがとう。フィーネはリスナーをメタメタ愛してくれてますっていう書いてある、大好きですって書いてあった。ウタノの愛はみんなに伝わってるのかな。ちょっと後で一人一人ウタノの愛が伝わってるか確認しますね。全員、私もちょっとすごく伝わりづらいけど伝わってるといいなって思ってます。みんなに圧しかかけてないから、みんなは愛をね配ってるのに、私だけ圧配ってるから。でもその圧が愛って感じてるリスナーさんも、さとみちゃんのリスナーさんにはいると思いますよ。